ブラジルのパラナ州クリティーバにある11月15日通り。クリティーバは1970年代以来、市長ジャイメル・ルネルの下で高密度のバス網整備と歩行者優先の都市計画が進められ、当ト時トの先行事例となっている公共交通志向型開発は、公共交通機関に基盤を置き、自動車に依存しない社会を目指した都市開発。都市計画化 ピーター・カル・ソープによって提唱された。過度に自動車依存が進んだ都市開発から転換するために、都市中心部の鉄道駅周辺に商業施設を重点的配置すると同時に、郊外部における鉄道駅周辺に住宅地を計画的に造成する、あるいはパークライドを促すための駐車場を整備するなど、主体的にニューアーバニズムを進めていくような都市開発を指す。 日本では、阪急電鉄や東急電鉄などによるターミナル駅への商業重点化策や私鉄沿線の宅地開発、あるいは公的主体が中心となった郊外ニュータウン開発とアクセス鉄道の整備など、欧米に先んじて、トート型の事例を多く作り出してきたと言われる。特に、日本では、鉄道会社系列の民間企業が主体となって、推進されてきた点が特筆される。 東京の公共交通依存度は80%程度とされ、東京の交通体系は世界的に注目を浴びている。しかしながら、首都圏及び京阪神以外での地方では、地方自治体が道路整備に変調した都市計画を行ったため、公共交通が衰退しており、自動車中心の街づくりが反省されている。ありがとうございます。